ちが聞きたいですよね、本当に。まあ確かに。女性がなんか強くなってるじゃないですか。はいはいはい。女性がかっこよくあるべきとか、美しくあるべきみたいな感じの、なんか時代の流れをすごい感じるというか、はいはいはい。韓国のアイドルの女の子たちって本当に強くて美しいみたいな子たちが多いので、うん、今の女性の理想像にすごいガッチリハマるのかなと思って、日本のアイドルって柔らかい感じというか、守ってあげたくなるような感じがあるので、うん、同性の支持が圧倒的に違うのかなって思いますね。守ってあげたいっていう感じで、じゃあ守りたい側の男性ファンを取るのか、強い女性になって女性を支持するのを取るのかって、うん、その既存のファンを捨てて新しい方向に行かなきゃいけないじゃないですか。そうですね。それをやるのはなかなか難しいですよね。うん、だいぶ賭けですもんね。